伊比駅は、岐阜県伊比郡伊比川町萩長にある、養老鉄道養老線の鉄道駅である。近鉄時代の駅舎と、駅前広場伊比駅に停車中のは、軽くん短式一面一線の地平駅。以前は広大な構内で、貨物輸送のため複数の線路があった。列車別改札を実施している。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通りである。 伊比駅の利用状況の変遷を過表に示す。伊比川町の中心部は、常長橋で、春川を渡り、さらに、伊比川を渡ったところにある。かつては、中心部まで東から名鉄伊比線が伸びていて、本伊比駅が置かれていたが、現在は当駅が町の玄関口となっている。伊比川町ふれあいバス駅前には、伊比駅バスのりバがあり、 伊比川町コミュニティバスが乗り入れている。かつては、名阪近鉄バスが近鉄伊比駅に乗り入れていたが、2006年10月1日より、名阪近鉄バスの伊比郡伊比川町及び大野町の一部路線が、伊比川町コミュニティバスに移管された。2007年10月1日より、名阪近鉄大垣伊比線の池田町役場近鉄伊比駅の区間が廃止されたため、 イビエキバス乗り場に乗り入れるのは、イビ川町コミュニティバスのみとなった。また、近畿日本鉄道からの経営分離に伴い、停留所名が、近鉄イビ駅からイビ駅に解消された。2019年10月1日にコミュニティバスの見直しが行われ、委託先が、名阪近鉄バスからイビタクシーに変更となった。これに伴い、朝、夕の通勤時間帯に運行する。 伊比川町ふれあいバス、デマンドバス、伊比川町花ももバスに再編された。伊比川町ふれあいバス運賃は300円均一である。伊比川町花ももバス運賃は、町内一律300円である。停留所名、伊比駅2019年9月までの伊比川コミュニティバス、路線2007年9月30日までは、営業上近鉄で最も北に位置する駅であった。 この駅から京都駅までの片道運賃が最も高く3000円を超えていた。ありがとうございます。